こんばんは。1月10日火曜日の乃木曜日を担当する岩本蓮香です。お願いします。わライトが。あ、たたたた。やっほー。明けましておめでとうございます。そう、新年一発なのかな。明けましておめでとうございます。やったー、新年一発目だ。なんか乾燥してさ、赤くなっちゃった。前回がいつだったんだろう、わかんないけど。髪の毛は年末に染めて、なんかいつもよりちょっと明るめに染めたんですよ。からちょっとなんだろう、抜けてはないんですけど、そんなに。でもいつもよりちょっと明るいかもしれないです。だからメイクをブラウン、オレンジ系にしないといけなくて、でもちょっと明るいの飽きちゃったから暗くしたいです。髪は切ってない。いつからの話？ 切ったけど、切ったよ。でも伸びるの早いんだよね、本当に。サンデー、ありがとうございます。そう、表紙をやらせていただいてます。もうね、ワンちゃんも可愛いし、すごいいいところだったの。めっちゃ遠かったけどね、すっごいいいところで、なんだっけあれ、グランピングっていうの、できる施設みたいな。最近すごい増えてるじゃん、ああいうの泊まれるところみたいな。あれ、仲いい人たちでわちゃわちゃ行ったらめっちゃ楽しいんだろうなって思いました。だって用意されてるわけだもんね、いろいろ。すっごいね、良かったです。サウナは入ってません。入ったけど何もしてない。 成人おめでとうございます。された方、昨日成人の日だったのかな。同期だったらリリアが成人しました。私は早生まれなんですけど、今年20歳です。だから次ですね、成人式は。成人はしてるんですけど、成人式できるのは来年ですね。私はどんな色を着るんでしょうか。どうぞ予想してください。 何の色着ると思います？今のとこ候補はあるけどね。前撮りしたいんだよね、本当は。お姉ちゃんがしててすごい素敵だなと思って、2人ともしてたんだけど、お姉ちゃん素敵と思ったから、私もやりたいの。家族写真撮りたい。 緑、水、赤多すぎだろ。 水色ね、水色いいよね。私も緑系か、ガツガツ。ってことで、今回は乃木曜日選手権を、なんですか、おみくじらしいんですよ。2023年初の乃木曜日選手権ということで、大吉が出たら素敵なプレゼントを漏れなくゲットできる特別ルールとなっています。ちなみに大吉が出る確率は4分の1です。すごくない？じゃあ、明けおめのあれ出てる、中吉だって。 私今年大吉出たんで引きたいなと思います。やっと良くない字が見えたね。ほら、中吉でした。中吉でした。何が入ってんだろう。大吉と中吉と小吉と吉。あ、今日も入ってるか。絶対今日入ってるよね。まあ今日じゃないだけか。大吉は出なかったです。4分の1の確率を引くことはできなかった。でも全部4分の1の確率ってことでしょ。
中吉を出したいと思って引いたらとしたらすごいよ。お正月実家に帰って、メロちゃんとリズと戯れました。お姉ちゃんとカラオケ行って、でもね、私の家族って毎年正月その何かしらしてて、寝正月っていうのを過ごしたことがないんですよね。なんだかんだバタバタしてるよねみたいな。そう、5日って正月じゃないか、三が日か、全然じゃあバタバタしてました。なんかご飯 お家でだからお母さんのご飯を食べれなかったです。全然お食事家族で行ったけど、お母さんのご飯食べたかったな。そういえばバタバタしてた。そう、家にあんまりいる時間が長くなかったから、うん、何食べた？でも今年初めておせちを食べなかったです。でも美味しいご飯は食べました。紅白ハビット踊りました。めっちゃ楽しかった。本当にもうね、リハから楽しくて、なんか文化祭してる気分でした。みんなで出し物としてハビット踊ってる気分だった。すごい楽しかった。しかもさ、レコード大賞だよ。すごくない？すごいなんか嬉しい気持ちで踊りました。ハビットめっちゃ流行ってたよね。ハビット長い間すごいよね。だってさ、 MV とかダンスの動画とか何回も見てるわけじゃないのに踊れるんだもん。そのぐらい流行ってたよね。いや、よかったです。そう、レコ大の曲でコラボできるっていうのがすごくありがたいことでした。パラパラは乃木中か。制服まだ似合わなかったら超ひどいよそれ。逆に似合うでしょそりゃ。まだ卒業して1年だぞ。え、もうすぐ2年か。そんな変わんないよ。高校生も大学生も変わんないでしょ。大学生じゃなくなった時にどうあるかで。私はね、顔的に制服似合う顔してるからな。ギャルっぽいじゃん。だからギャルっぽいなって感じ。そう、ほぼ現役なんだよ。ほぼ現役なの。そう、そう、たまみもね、制服似合う顔じゃん。大人っぽい人が似合わないってわけじゃないんだよな、制服ってね。え、わかる？今度デロンのコスプレして。デロンさんのコスプレしようと思ったんだけど、無理です。違うんだよ。コスプレするってなったら、なんかいつもと違う感じの自分になりたいじゃん。デロンさんって髪の毛の色とか長さとかはいつもと違くなるかもしれないけど、服が制服だからデフォがなんか衣装感があんまなくて、トーピーのコスプレするわけないでしょ。誰がするんだよ。ね、トーピーダンス流行りすぎじゃない？私びっくりしたんだけど、なんであんな流行ってんの？ブレザー派？セーラー派？私はずっとブレザーだったけど、だからセーラー服に憧れる。でもセーラー服の子はブレザーに憧れるでしょ。ペンライト買えた？ありがとうございます。個別ペンライト販売開始しましたね。ジャンプしたよ。
カウントダウン TV の現場でみんなじゃなかったけどね、カメラが回ってきた瞬間年越した、うわーって飛び回した、ウェーイ。初の年越しカウントダウン TV、 どうだろうね。でメンバーと本当に長い時間一緒にいたなって感じだった。でも紅白があんなに待ち時間のない、楽屋にいる時間の少ない紅白を過ごしたのが初めてだった。もうオープニング出て急いで帰ってきて、ハビットに着替えてハビット出て戻ってきて、1時間後ぐらいには肌様出てって感じで、肌様出たらエンディングまで出ずにカウントダウン TV 行ってみたいな感じだったから、初めてだったこんなの。バタバタと過ごしたのは、まあ、でもちゃんとすごい5期生がアスカさんのと写真撮りたくてすごい並んでて、やばいって、でも撮らないと、あでもカウントダウン TV 行かないとみたいな感じで急いで撮って、動画も撮って、動画はトークに送ったけど、いやーでもすごいありがたかった。そうニブちゃんと話したかったんだけど、連絡会えなくて、あやは写真撮ってたけど、探したんだけどね、時間なくて、本当にマジで時間との勝負だった写真撮れなかったよ。一緒にランク回そうとは言ってるんだけどね。ゲーム10日ぶりぐらいにしたんだよ、昨日一昨日ぐらいにで、バロのランク60ぐらい持ったんだけど、なんか7戦ぐらいやって、最初の3戦ぐらいで、最初の4戦ぐらいでめっちゃ勝って持ったのに、残りの3戦でボロ負けしてプラマイゼロだった、ちょいプラスぐらいだった、マイナスよりいいけどね。お正月はもうゲームと、年末からかけ離れた生活してたの、ゲームと。リズとメロ元気だったよ、めっちゃ、めちゃくちゃ。そう、アラの新マップロータスなんだよ、すごくない？私のためのマップだよね、普通に私の庭かと思ったわ、絶対庭なんだけど。ロータスってやばくない？ロータスってすごくない？マジでマジで笑ったんだけど、動画見て、えってマジなんかアニメ見て、いや鶴音の新シーズン始まったの熱いんだよ、あとブンストが楽しみ。VCT 日本だしね、行きたいよね。明日入試頑張って、頑張れ頑張れ。スパイ教室見たいんだよね、ブンスト新しいシーズン始まるよ。でも今後の展開がちょっときつすぎて、私ちゃんと見れるかなって感じ。チェンソーマンのね最終話もう見てなくて、エンディングがイブくんだから、それをちゃんとアニメで見ようと思って YouTube で映像を見るの我慢してんの、イブくんの新曲。でも気づいたら700万回再生とか言ってて、さすがに見ないといけないなと思いました。ということで宿題をやりたいと思うんですけれども、宿題を松尾ちゃんからいただきました。じゃじゃーん、あけましておめでとうございます。かわいい、うさちゃんいる。冬休みのお話が聞きたいです。さっきちょっと話した。てかさ、みんな何してたんだろう冬休みって。私は家族と過ごしました。誰かに会ったかな。
に会ったかな、会ってない、友達に会ってない友達に会ってないわ。実家に帰りました。実家に帰って帰りました。結構そのね、お正月の時リズとメロの写真を送ったりしててよね、遠くに。久々に会いました、我が子に。お年玉をなんといただいちゃったんですよ。おじいちゃんとおばあちゃんに久々に会って、お年玉いらないのにくれたの。そう、本当にね、いいのに。めっちゃ全力で、三姉妹全力で、いらないいらないいらないって言ったけど、でもすごい、そういうの断ったらかわいそうっていうか、ありがたいじゃん、ありがたくいただくものだから、ありがとうって言ってもらいました。久々におじいちゃんとおばあちゃんに会えて嬉しかった。本当によかったです、会えて。あげたいよね。でもいとこもみんな年下なんだけど、鹿児島にいるからさ、あげる機会は全然ないんだよね私。だから会った時に何か欲しいものあるって言って買ってあげる。え、マジで何年会ってないんだろういとこたちと。みんなちっちゃいイメージだったのに、高校生も、高校生、中学生、小学生なっちゃったっぽい絶対人見知りされるべ。あんだけさ、私の膝の上でさしがみついてたくせにさ、あー悲しいよ。めちゃめちゃお世話してたのに。思春期を抜けてほしいよ。いとこめっちゃ多いわ。鹿児島行きたい本当に。誰？え、反抗期とかじゃないよ本当に。なんか恥ずかしくて話せないんだって。わかるよ、めっちゃわかる。年上の人がすごい久々にやってきたら恥ずかしいよね。めっちゃわかる。昔あったそういうの。昨日の黒ナン見たよ。え、マリマリマリーさんのやつだよね。マジでおもろかったんだけど、マリマリマリーさん地味にすごい好きでさなんかちょっとした隙間時間に見てクスって笑えるじゃん。すごい面白かったです。ブルーロック、なぎくん、そりゃそうだろう、信長さんだぞ声優さんは。まあもともとすごいキャラが好きだったんだけどね、好きなキャラの声が信長さんっていうオチめっちゃあるんだけど、すごくない？映画国エースとったら付き合って。嫌だ、嫌、嫌だって。私の方がエースいっぱい取ってるよね。鼻声すぎない？なんか花粉ってもう始まってんのかな。やばいやばい、宿題を出してないんだよね。明日のメンバーは誰でしょうか、クイズです。久保、ノー。伝じろう、ノー。あやねさん、ノー。ゆみちゃん、ノー。ノー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 。たまみ、ノー。よだっちょ、ノー。うめ、ノー。リリア、正解。なんて言ったって成人したリリアですよ。二十歳になって、
成人式、成人、なんて言ったらいいかな、何を言ったらいい、大人になって一番やりたいこと、やりたいこと、やりたかったことか、もういいか、ことは何？殿下より、でもお酒を飲んだっていうお話はもう聞きました。だって10月だからね、誕生日がリリアは。あれ10月で。抱負系はもうどこ行ったって聞かれるから。リリアちゃんがお酒、本当だよね、年少組が成人したんだってよ。乃木坂に入って7年目です。今年8年目になります。やばー。服、服はなんかどうでもいい服できました。ね、全身ここじゃ映らないです、黒です。ねえ、だって5期生ほとんど年下でしょ。そんなことが、そんな日が来るんだね、7年もやってれば。村田さん卒業、いやーブログ読んで泣いちゃったよね。昨日真夏さんに会ったんだけど、言ったもん、真夏さんにちょっと泣きすぎて、あ、泣きすぎてってそんな泣いてないけど泣いて、真夏さんに連絡しようと思ったわっていうお話をしたら、真夏さんがね、真夏さんが先にブログ読んだって言ってくれたの。だから私もブログ読んだんですけど、本当にちょっと泣いちゃって、ちょっと連絡しようと思ってとか言って、もうね、卒婚はもう無理だよね、絶対もうメイクしないで出た方がいいんじゃないかと思うよ、絶対泣くべ。スクショ、はい、どうぞ。321321321321321、本当だよね。でも本当にいっぱいお仕事したじゃない、真夏さんとロケしたりとかさ、それこそ配信中とかさ、すっごい好評だったじゃない。だから本当に嬉しくて、卒業前にいっぱいお仕事できたことが。でも前通の時とか、それこそ紅白の時とか、なんだろう、いろんなお仕事が、真夏さんは卒業発表してないかったからさ、ずっと最後ってことはファンの方も誰も知らないし言えないし、レンカたちも。だからレンカたちは勝手に心の中で真夏さん見るたびに最後だなって思ってやって、そういうのを真夏さんに話すと真夏さんすぐ泣いちゃうから。でもね、真夏さんのブログに、真夏さんが笑ってると嬉しいって言ってくれるみたいな書いてたと思うんだけど、それめっちゃよく言ってたの、なんか真夏さんが笑ってたらすっごい幸せな気持ちになるし、なんだろう、みんなが楽しそうにしてる時に真夏さん見て、真夏さんも楽しそうだと、あ、今本当に幸せな空間なんだなってそこで改めて思えるみたいなのがあって、でもまあそういうの言ったら真夏さん泣いちゃうんだけど
なんか本当にまなつちゃんのことあのね何回も泣かせちゃうなんか思ったことすぐ言うじゃん私って。なんか可愛いとかめっちゃ好きとかそれと同じぐらいそういう感じたことも言っちゃうの。あのいろんな人に言うんじゃなくてその関係性がある人にしか言えないけどね。だから思った感じたこともまなつちゃんにすぐ話しちゃうからすごい泣かせてしまう。そうそのぐらい大好きなんです。みんなが幸せになれます。まなつさんが笑ってるとそういう感じなのでバスラも楽しいライブにしたいですね。3期生ライブがあるのでやばくないですか。もう最初でじゃないわ最後だと思ってたからね前回の12人での単独がそう思ってやってたのに。だからこそめちゃくちゃ嬉しくてだからめっちゃ気合入ってると思うのでぜひ来てくださいということで。もちろんね後輩たちのライブも見てください。どんなライブになるんだろう私たちも全然想像つかないふふふ楽しみだね。私も楽しみ。2月だよ。え、来月か。でもなんかそう考えるとすごい早く来ちゃうね。頑張ります。応援してね。そう、体調には気をつけて。この時期私は風邪をひきやすい人なので気をつけます。今年もいい福耳だそうだよ私福耳なんだよ。そう花粉も乗り越えます今年。よしじゃあ終わるか。ではありがとうございました。明けましておめでとうございました。今年もよろしくお願いします。ではまた明日の配信を決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは岩本演歌でした。バイバーイ。わー。